バナナ始まりました。クソ目よくて池卓に止められたわ。やばい、池卓の手に当たった。白なんかな。白白ですね。これ手前が2、手前が2、手前が2、多分4とかやと思う。白2がレストトモキ、ライトトモヤさん、レストバックワクノさん、ライトバックミザダさんで、あっちが白4、レストアツさん、ライトシュエ、レストバックミオさん、ライトバックリノさんです。なんかドイツでもあるかな。いつかのカホみたいな感じ。声置いてきた相手に。あ、まだ息やった。まだ帰ってきた。大将やっと復活したみたい。あ、突き放さっぽく上手くないですか。ハンドリングがやばい。私むち打ちしたからこれめっちゃ痛いんですよ。マジかよ。後ろ振り向けもこれは絶対大きいわ。いや、向けるんですよ、それが。ここまでむち打ちってそういうやつだと思う。あの事故った時にむち打ちして、めっちゃ痛い。よいしょ。ああ、やめた。大丈夫と変わろうか。大丈夫です。本当？なんか復活しました。あ、本当？出した。あ、吐きました。あ、バチコリと。バチコリと。バチコリと。自分の地元の海を汚しまくった。しっかり穴掘って。偉いですよ。埋めたと。埋めました。埋めたてか。きついな。ちょっと。収集します。貝塚的な感じ。しっかり掘って足跡残して帰ります。で、バチコリと。バチコリとしっかり。だいぶ長い。三角形あるね。コートがコートがあー、なるほど。コートがうわー、ナイスショット。あれ、奥のチーム普通に強くない？奥？うん、あー、アテスタチーム、うん、そうね、周平が勝て。バックいいですね。試合ね、資料にまじ入って、名古屋、強打一本もせずに17対4やった。やばいな。全部なんかあの何こう巻いて打つ時のあの肘がもうさ後ろから上がってこうするだけのやつ。やば。パチンコしたよね。あれ入れてなかった。いいか。あ、ホンサブがあるよ。リオさんうまっ。
水やば。カホうま。ですよね。86でチェンコです。余裕やな。どっちが勝ってる？チロ2が勝ってます。あ、間違えた。チロ4が勝ってます。トモヤが点取りよな、あれ。ネット引っかかったらめっちゃ傷つくよ ね。下手くそか。めっちゃいい流れやったのに。この人まだ羨ましいのか。ブロックガード。今やっぱ結構ってさ、どこが勝ち上がるかみたいな。いやもうなんかこれから先が怖いもん。知らんチームと戦った時って、三番目が二番目が三番目じゃないの？マッマッチャン。あげよって。あんまり動いてやったんですよ。動いた方向に。うん。しっかり張ってはくるけど。試合みたら気持ちいいけど。ナイスランス。9対12でチェンコです。チロ2が勝ってます。あ、間違えた。チロ4。チロ4ってどうやって？まあ、周平とチロ4とチロ2です。いや、分からん。4もどきです。4もどき。4、多分4みたいな。もどきは違う原因。4もどき。しっかり4やった。まさかの。おお、ナイスロック。完璧やね。どこにでもないね。お前あそこの部屋でやって、洗面台の横の部屋。1分前です。1分前です。あの部屋におったやつミノルやない？あ、ミノルとかやね。ナイスレシーブ。うまミノルと俺アクアもっと持たないと。アクアもっとリフェル終わろった。え、これ時間制限ないんですか？あるある。今あと1分です。あ、あ何も聞いてない。最初何撮ったの？おー、ナイス。今のはトスに時間。完璧に。試合終了です。試合終了です。15-11でチロ4が勝ちました。お疲れ様です。